皆さんこんにちは、宮城さくらです。今日はですね、私の卒業コンサートのフィッティングの様子をですねお届けしようと思います。今さっきブリーチした手でこういう色になっちゃってるんですけど、今日はですねフィッティング終わりにまた髪の毛も染めに行くんですけど、髪を染めてる合間にフィッティングに来ました。緊張します。やばい、どうしよう、泣いちゃう。緊張するでももう本番まであと3日ぐらいしかないのでギリギリなんですけども、よろしくお願いします。もう泣いちゃうんじゃん。いや、こっちが泣きそうです。よろしくお願いします。ちょっと大雑把に説明すると、はい、オープニングからまさくらのこう YTV の歴史、今まで着てた衣装とか、まあ、今までの桜を見せてて、中盤で、ね、一番アイドルで、その後、まあ、アイズワンの感じになってて卒業ドレス。要はコンサートを通じて、まあ、桜のアイドル人生をちょっと見えればなっていうのを衣装でなんとなく。これはめちゃめちゃアイドル。これはそうですね。そう。確かに上じゃなくて下目の。これは実はこっちが可愛い中。本当に中が可愛い。この生地大好き。可愛い。でもさくちゃんの金髪のやつ超レアじゃない？いや本当ですよ。今だけですもん。ね、今日また髪の毛染めちゃう。これってこういったらこうなる。あとね、ここから行ってほしいから。懐かしいね、懐かしい。いっぱいやってたはずなのにね。面白くなってるところにこうゆっくり寄って上がってるんだけど、こうなります。 HKT のメンバーも喜んでくれる。桜のこれを見てなんか頑張ろうと思ってもらえたら。仮途中です。1つずつ。え、これ開けるの？シンデレラっぽい。嘘みたいはい、かわいい。お疲れ様でした。いいよ。すごすぎる。待って、結構いける？え、でも全然もう足濡れていいやん。本当に前。めっちゃ重い。すごい華やか。やっぱいいわ。キラキラしてるし。キラキラしてるよ。楽しそう。すごーい。こんな一個。すごい。ありがとうございます。夜遅くまで。指輪くれたじゃん。ああ、お返しにと思って。ありがとう。え？プラダじゃん。え？ツインプラネット。
影穴行きます。あ、写真撮ろう、写真撮ろう、はい、いっぱいいるね。本日は宮脇さくら HKT 先生と卒業コンサートにご来場いただき誠にありがとうございます。皆さん盛り上がる準備できてますか？おー、声は遅れないんですけども、そのおーみたいなやつね。皆さん盛り上げてくださいね。今日はみんなで最高の一日にしましょう。なんだっけ、棒みたいなやつ。スティックバル。スティックバル。本当にいる。親に渡します。